どうもケロンタです。シャドーボックスが好きな人にぜひ知ってもらいたい。インスタグラムでフォロワー 1.7 万人の超大物シャドーボックス作家の遊戯王デュード42さんのを紹介します。まずは作品紹介から。いかがですか？側面を見る限り1つのシャドーボックスに4枚か5枚しか使ってないように見えます。薄いのにこの立体感の出方素晴らしいです。私なんか最低でも10枚はないとしっかりと立体感が出ないのに、立体感の捉え方、そして高さのつけ方が非常に正確なんだと思います。そしてエフェクトがしっかり作り込まれてていいですね。デーモンの雷かなり好きです。雷を作るの難しいんですよね。私も過去に作りましたが、すごい苦労しました。あと個人的に知りたいなーって部分なんですけど、写真のライティング絶妙じゃないですか。シャドーボックスっていうぐらいなので、影の出方が大事だなって思ってるんですが、いい感じですよね。私は撮影めちゃ下手くそなのでコツが知りたいです。誰か詳しい人コメントで教えてください。そして遊戯王デュード42さん、コレクターとしてもすごいです。他にも鑑定に出したものなどの投稿も多いです。コレクター兼シャドーボックス作家。これからわかるように、遊戯王デュード42さんの最高なポイント、皆さん分かりますか？それは、そう、遊戯王への愛情が素晴らしいってこと。カードのコレクションもして、カードだけに限らず、シールも、そしてシャドーボックスも作っちゃう。もう日常が遊戯王。これは遊戯王好きならたまらない投稿してくれること確実です。そしてこのデーモンの拡張アート、すごいですよね。この拡張アートはアート・オブ・ザ・カードさんに依頼して作ってもらったもののようです。拡張アートっていうのはシャドーボックスと同じようにカードを使用して作るアートのことです。カードの枠の部分を絵の具等で塗って、イラストの部分をカード目いっぱいに拡張するアートです。本当に遊戯王が好きなんだなって感じがします。そんな遊戯王デュード42さんの作品をもっと見たい方、遊戯王デュード42さんはインスタグラムで活動しています。概要欄にリンクを貼っておきます。ぜひそこからフォローしてください。また、拡張アートを作っているアート・オブ・ザ・カードさんのリンクもついでに載せておきますので、こちらもフォローがおすすめです。それでは次の動画もお楽しみに。